本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よー、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。肩こり、腰痛、むくみに悩まされていませんか？仕事や家事で疲労がめっちゃ溜まっていませんか？今回紹介する商品は開封の儀、こちら開けていきます。おお、個人的にデザインもめちゃくちゃかっこいくて結構気に入ってます。オープン。トリセツ、すべて日本語表記、充電用 USB Type-C、 本体、こちら本体わずか 305g で持ち運びもできます。重さはしっかりありますが、この手のフレッシュガンと比べるとかなり小型で軽量です。こちら一体成型でとても頑丈です。ズバリこちらリフレッシュレベルが測れます。記録することで今現在の体調をすぐ測れて、体調の推移をグラフでチェックすることができます。仕組みを解説。製品両端の電極により生体電位信号を測定し、リードテック独自のアルゴリズムにより体調を可視化。使い方について、1、後ろの電源を確認して、アタッチメント、今回こちら、2、電源を長押して電源オン、電源ここ長押し、青く光ります。モード表示ランプが青色に変わるとスタンバイモードになります。3、操作ボタンを押し振動レベルを切り替え、測定したい場合はこちらの操作ボタンを押し、こうです。 AEDD と書かれております。約90秒で測定が完了します。やってみたいと思います。今測定完了されるまで少し時間がかかります。こちら顔マークで絶好調、好調、不調、絶不調、4段階のリフレッシュレベルで表示されます。こちら振動は4段階の振動レベルと3段階のお好みで使い分けすることができます。はい、結果出ました。はい、2つですので監督好調です。ちなみにこの本体、体に強く押し当てすぎると過負荷を放出する安全装置が作動して自動停止してくれます。やってみます。強めに押します。あ、止まりました。ちなみにこちらマッサージ中の音量聞いてみたいと思います。まずはこちら1レベル、カメラとの距離はここがレンズです。はい、2レベル、3レベル、4レベル、こちら最大です。おお、0レベル、1レベル、2レベル、おお波打つ、3レベル、おー、4レベル、約55デシベルの高静音設計なので、職場や夜間でも時間を気にせず使うことができます。4つのアタッチメントを紹介していきます。こちら旧型、腕背中臀部用、 U 字型、前腕脊柱アキレス腱の両側などの部位向けです。円錐型、こちらは深部の筋肉組織、足裏関節などの部位向けです。平型、こちらはふくらはぎなどの全身のあらゆる部位向けです。接続に関しては簡単です。押し込み型です。こちら主にどういう時に使うの？一般的には休憩中やお風呂上がり、トリーニング前後に使うのがおすすめです。よくあるマッサージ感とこちらの商品異なる点は、台湾の美容メーカーであるというわけですが、去年日本で美容機器製造許可が取れましたので、日本で製造可能になりました。というわけで現在は日本の医療機器メーカー、日本国内で製造していて安心です。リードテックの試験技術をベースとした独自のアルゴリズムを利用して、世界初の体調の可視化を実現。それがこのメンテナンスツール、スマートリフレッシュガンです。こちらの製品は日々の体調を可視化、慌ただしい日常の中で健康をサポートするために設計されたボディメンテナンスグッズです。専用アプリがすごい。お持ちのスマートフォンでこちらに Bluetooth 接続で接続することができます。アプリなんですけども、取説の中に QR コードが載っていますので、こちらから入っていきたいと思います。見つかりました。こちら行きます。
はい、ではこちらですね。はい、ではアプリが入りましたので開いていきたいと思います。ですね、こちら登録する必要があります。18歳以上で確認してください。 Bluetooth を許可。お、来ました。ではまずこちらですね、振動レベル0、1、2、3、4と選ぶことができますね。そしてストロークスピード、ノーマル、ストロング、ジェントル、ジェントルにしてます。ジェントル、あ、弱いですね。かなり優しいです。レベル2、レベル3、レベル4、ストロングの1、ストロングの2、ストロングの3、ストロングの4。自動的に停止するタイマーを3分、5分、10分と選ぶことができます。データを取得したいと思います。チュートリアルですね、こちら見ていきたいと思います。はい、あ、イラスト付けで書いておりますね。貧血、貧血なぜ起きるのか、どうすれば貧血を抑えられるのか、こういった感じで足の裏とか、背中とかですね、お尻もあるの。基本的な操作方法、あ、わかりやすい。長石、剣性、転送、高校、全く知らない。手三、イラスト付きで分かりやすくなっております。今すぐで首と肩いってみましょう。円錐または平型アタッチメント、細長い円錐いきたいと思います。はい、首から肩に向かって前後に30秒から1分ほど動かしてください。電源入れますね。で、ここをこの肩を、おー、あー、いいですね。前後に30秒から1分ほど動かしてください。次に円形アタッチメントを利用して肩甲骨の近くにあるこの辺、あー、おー、実際これやってみて、この手のフィット感がいいですね。片手で使えるので何かをしながらリフレッシュすることができるのでめちゃくちゃおすすめです。うー、あー、いいですね。おー、あー、これ結構効くわ。ちょっと強めにやってみよう。最大レベル、うん、あ、これいいわ。編集の合間にこれ結構いいかもしれないな。あ、なんか気持ちなんかリラックスできるわ。あ、いいね。あ、いいね。そしてこの平型いきます。おお、あ、これいいわ。おお、もう全身にバババババババッときて、おお、あ、いいね。おい、おお、背中くるね。いいよ。正直なところ、ただなんか当てて振動を打撃みたいな感じかと思ったけど、結構もうなんか体の中に浸透する感じで触れますね。おー、あー、いいわ。で、この U 字なんやねんって思うんですけども、こういう感じで、ここね、ここ、この足の部分、ここの部分をこうやると、おー、おー、あー、いいですね。こりゃいいわ。はい、こちらスマートリフレッシュガン、ただいま使ったんですけども、使ってない筋肉がほぐされたっていう感じがすごいしました。はい、こちらこのリードテックという会社なんですけども、健康をメインとした器具を作っている会社です。洗浄機ですとか、ビューティーリモートケア、かっこいいな。これウォーマーリフレッシュガン、ラビレン、肌本来の透明感、あ、気になるな。フェイスケア、マルチ美顔器とか、いろいろとありますね。改めてこちら最後におすすめポイントを紹介していきます。こちらのスマートリフレッシュガン、日本の医療メーカーが企画開発をしております。国内製造なのでとても安心です。また世界初、日々の体調を可視化することができるので、疲れた体のメンテナンスにとても最適です。またこの小型化、そして軽くて軽量、直感的に操作ができるので、忙しい毎日でもちょっとした休憩中、とても手軽に使うことができます。いかがだったでしょうか。スマートリフレッシュガン LRJ-G05、 こちら1本あるだけで長く使える健康グッズですので、もし興味がある方はぜひ動画概要欄をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。編集しているデスクの手元に置いておきます。リフレッシュ度合いをする、アルゴリズムによりありだと思います。